こんにちは、ホビービデオです。この前ですね、シーノキ迎賓館で運転会を行いました。その時ね、EF81 ですけれども、これトミックスの EF81 です。まあヤフオクでね、ちょっと私落札して買ったんですけれども、ちょっとトワイライトエクスプレスを牽引してたら急に走らなくなったんですね。で、去年もシーノキ迎賓館で運転してた時に、走らなくなりました。で、去年はね、モーターの軸と、それからシャフト、モーターの軸からつながってるシャフトがね、外れてしまってたということなんです。まあ、モーターは左右に軸が出てて、車輪を4つの軸の車輪を、駆動させるんですけれども、まあ片方は大丈夫だったんですけど、片方だけ外れまして、2つの軸しか駆動しないというふうになりまして、で、まあ滑ってしまいましてね、それで走らなくなったということなんです。で、まあ今それ中をね、開けて、見てみようということなんですけどね。まあ中開けるときに車体をね、逆さまにしたり、ちょっと乱暴なことをやるんで、まあ屋根上機器のパンタグラフとか、ああいう細かいもんは外せるもん全部外してしまって、それで、開けようということです。ああいうふうに逆さまにしましてね、で、開けるんですけれども、まあパンタグラフとか外したのは、まあ逆さまにしてああいうふうなことをやるんで、痛めないためにということで外したわけです。で、今台車のとこの、真ん中についてるバネを外しまして、で、ボディと、床板を外そうかというところです。ちょっと外れにくいかな。まあもう壊れちゃったんでね、もう廃車にしようかと思ってるんで、もうちょっと乱暴にちょっと扱ってるんですけれども、まああそこのところね、爪があるんですけど、あれをね広げまして、外します。まあプラ独特の組み立てですよね。まあ真鍮だったらね、ああいうことしたら真鍮曲がるんで、ネジで止めてあるんですけれども、まあプラはああいうふうに、あとこっちの方も、開かないと、同時に4つ開かないとダメということで、もう1個なんかないかなということでピンセットで、開いてます。で、まあなんとか取れたというような感じですね。で、まあそれでね、ここのところシャフト見てみると、ここが外れてるんですよね。こういうとこ外れてしまって、まあこれが外れてるからダメということで、まあこれね、頻繁に外れますね、私のやつ。まあ私の方が調子悪いっていうか、当たりが悪かったのか知れませんけれども、まあ頻繁に外れてます。まあこういうことでね、去年も外れて、今年も外れてということでね、走らしたら外れるというような感じなんですね。で、私ね、これまあボンドで引っ付けて止めちゃおうということで考えました。まあボンドで引っ付けて止めても、あそこあれちょっとね外そうとしてるんですけど、まあボンドで引っ付けて止めてもね、また外れるようだったら、もうやっぱり廃車にするしかないなっていうな感じですね。で、まあ私の友達がね、私の友達が名古屋の模型屋さんで聞いてきた話なんですけれども、やっぱり動力車はトミックスはやめた方がいいって言われたそうです。まあ聞いてきた話ですけどね。まあ確かにね、私もこれ、今これヤフオクで中古で買ったから、何とも新品で買ったんじゃないから何とも言えないんですけど、まあこんなに走らしたら必ずこれが取れるっていうのはね、やっぱりやめた方がいいと私も思いました。で、加藤はどうかというとね、加藤の EF81 持ってないんで比較ができないんですけれども、加藤の DD51 があるんですよ。
で、加藤のレディオ1、全く問題なくね、走らせてるんでね、やっぱり加藤を買わないとダメかなというようなのが私の、見解です。まあ、私の友達が、名古屋の模型屋さんで聞いてきたのも、やっぱり一理ありということですね。まあ、そんな感じで、ここボンド付けして、とりあえずこの車両はこれでまた走らせてみたいと思います。まあ、それの様子を見てまた外れるようだったらやっぱり廃車にするかどうするかということですね。まあ、そんなわけで、今回はこれで終わりたいと思います。さようなら。